作るね、ブーツが。試すぞおもちゃの世界、もう会社や家には帰りたくない。トイズキング、おもちゃの王様、おもちゃの王様、おもちゃの王様、トイズキング、トイズキング。ブーツどんな模様がいいですか？ブーツで検索すると出てきます。あとはそのこれぐらいでいいやって言ったらこれでも多分なんかこうちょっとアグチックな感じで、アグチックアグチックっていうとあのこんな感じです、こんな感じです、アグチックなんですか、これアグが。手をね、まだ持ってる最中ですけど、まだそうですね、うん、形的にこんな感じでどうかなみたいな、ちょっと ここら辺の、うん、処理作りもいいですね。そうですよね、ちょっと体を逆にグッと埋め込んで、そうなんです、そうそう、これすごいですね。まとめ方っていうのを、はい、ちょっとこう考えていくのってやっぱ立体を作りながらじゃないとどうしてもできないですよね。で、まあいくらでも修正できるっていうのが、まあ、前提ですけどね、はい、うんうん。ここをなるべく削らずにここだけ削る。まずブーツですね。ブーツですね。うん。これちょっと制作に入りますね。制作に。作りましたか？甘いんですか？甘いんですか？まだ甘いなというところですけど。はい。この先まだありますけど、ね、方向的には間違ってないですけど、綺麗にするとかしないとかっていうのはですね、はいはいはい、うん、まあ、男の人は特に力があるから、うん、こうやってガーって削って形出していくのが好きなんですよ、はい、だけどどうやって優しく触っていくかっていうのが問題なんです。例えばこういう今出てる、はい、垂れちゃったじゃん、はい、これをここをなるべく削らずにここだけ削る。これは力をそのグーってやるんじゃなくて速さじゃないですよ。だから焦りっていうのはさっきね言ってたように焦るとこうどんどん乱れてぐちゃぐちゃになって、はい、それをこう安定的にこのスパチュラを固定させて動かしていくかっていうのは、こうやってたらほら他削れてないじゃないですか。わかりますか？これ今ここ削ってないじゃん。本当ですね。ここだけ削れたでしょ。この山だけを削ってこの感覚をどう自分で覚えていくかですね。考えだけできる、考えだけしてみたいですね。何ミクロの単位で削るでしょ。これ均等に削る。もう分かんないでしょ。女性を扱うぐらいの気持ち。なんかそうやって考えながら削るとちょっとカンナガキみたいに。そうですね。今でもできるぞ。こう考えるとツルツルってやっぱ難しいんですよ。難しい。シンプルなのがね。キャラクターに突っ立つね。Yeah.
なんか一見ね、こういうのは簡単そうにね。そうですね、うん、細かいことを言えば、はい、こういうへこみ、ちっちゃい細かい、ね、そう、これが全部原型に出ちゃうんですよ、はい、だから嫌ですね、うんうん、ここは消すか盛るかしていかないと、うんうん、後で全部こう出ちゃうから、うん、厄介ですよね、盛るときに厄介かもしれない、うん、なっちゃう、そうなんですよ、だからつるっとしたものはつるっとしたように作らないと、はいはい、シュッシュッて言っちゃうね。まず縦に線を入れて、横に線を入れて、で、こう、こけてます、均等です、こう、ちょっとブーツになってみましょうね、はいはい、次のハードルっていいですか、はい、今度はこの筋彫りでここ、そう、はい、わかります、はい、でここは上なんですよ、うんうんうん、下がってここぐるーっと均等でまた上がる、上がることないですよね、こっちは、うん、こっちもこういう感じで、うん、ガタガタガタってなっちゃうと、はい、汚くなるので、もう一回埋めてやり直しになるんですよ。最初にプレッシャーかけてみます、本当に縦に掘ってください。緊張します。あ、むずい。シュッシュッって言っちゃうんですよ。同じ力加減で、ぐーって。田村さんが書いてくれた線に合ってます。これだからね。あ、なんか漏れてる、声が。わあ、難しい。ちょっといいか。さっきの、ちょっと、おさむらさんの、こっちの足を描いたのを見てほしいんですけどね。結構見た感じ、簡単そうに描いてる。スーっていきます。スーって描いてる。ちょっと、内側。ぐちゃっとなっちゃいました。内側ぐちゃっとなっちゃいました。ええ、あ、いいっすよ、頑張った、頑張った、頑張った、ここだけですね、そうですね、コツがあるんですよ、例えばこれを この指を当ててスライドさせて、まあ、均等にいくでしょ、どこの場面も今さっきここを押さえて、この指で、はいはいはい、サイズをそのサイズをキープしてるんですよ、幅、うーん、あー、そうですそうです、何もないでこうやってやっちゃうとガタガタしますよ、なるほど、うん、人差し指なんですね、そう、うーん、あ、薬指ね、押さえて、あ、薬指、そうそう、だいぶやりやすいですか、やりやすいですね、うん、さっきより全然いいですか、はい、コンパスみたいにきますね、真ん中だから、うん、さっきより全然うまくいきますね、うまくいきます、うん、立てるのとやっぱりそう、それでガイドになる、指でガイドする、ああ、いいですね、はんはん、はいはい、こんな感じで
でも大体こうやってねやっていくと見えてきたんですよね。うんうん、ソフケン、もうコーラいらないじゃん。くちばし以外は全部カッパ要素がなくなっちゃう。今度ちょっと軽くシワを入れてください。こういうショット、あ、こんな感じの、はい、それはこれでいいです。深く深く行ってます。2本か3本ぐらいかな。放射線にこう軽く、あと50秒で決めてください。いけそう、切れちゃいます。どうしようか、こんな感じ。あーでもちょっとな、広いかな。広いな。でもいいですよ、別に同じじゃなきゃいけないってことじゃないから。確かにシワはこれはあれね、ちょっと悔しいぐらい。これはもう一本いきましょうか、こだわりを。はい、でブツって、はい、ステッチがあるんですよね。はいはい、ここにステッチを入れましょうか。ここにステッチ入れましょうか。ステッチ入れるのと入れないのとだいぶ違う、可愛さが。おお、本当ですね。より靴、ブーツ感が増しますね。で、今度帽子のステッチも、入れていきますか。はいはい、押していくだけで、これを同じように今度ぐるっと押していきますか。ちょっと押すぐらいです。押しながらずらしていく。ただ押してるだけだと合わないじゃん。ずらしていきながら点線を作っていくって感じです。おお、いいじゃないですか。うまい。はい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 。あ、ブーツ履いてる。それがすごい。あ、ブーツ履いてる。ブーツがすごい。なんかもう酒を持たしたんですよ、なくさないために。ああ。せめて。うわ、めっちゃいい。こう思いますか。早く。こう。お酒と帽子くっつけ。くっつけ。出ないと抜けない。かわいい。かわいいですね。横すごい。これかわいいよね。いやー、立体感がすごい。これいいよね。かわいいよね。これいいよね。これ本気でいいよね。これはあれね、ちょっと悔しいぐらい。これはキャラクター的にいいね。これは本当に可愛いよ、なんて。ちょっとこれこう、違ういろんなカラーでさ、並べててさ、想像がね、想像がどん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 膨らんで。カラーでいきましょう。これ言うの、パクリじゃない。怒られちゃう、怒られちゃう。これはちょっと出来がちょっといいな。ちょっと安いじゃん。サービスすぎじゃん。今日どうぞ次の日も力出てたりして。あれあれあれ、なんか違う、似てるけどちょっと違う。いい感じに。僕もね、正面取れてるしね。正面取る。関節っていうワードがむずいっすね。ちょっとつまんない。つまんないですね。やっぱここはやっぱ雪に届きそう、届きそう、届かない。もうある程度大きくないと、なんていうんですかね、
可愛くないおもちゃの王様おもちゃの王様おもちゃの王様トイズキングトイズキング